はい、都市金よりじょうさんの昭和搭載メスサイズが32センチです。お願いします。はい、この昭和3系です、ちょっと日が足らない感じがしますけども、この足らない日のところにこの炭がこう、鍵がこうあります。3歳と炭が起きてきますが、どのように起きてくるか、変化がまた楽しみです。ベニもすごいこう明るい感じのいいベニです。で、この方も見ています。炭の出方が非常にいいですね。この背びれを。から質が良さそうなこの炭が起きてきそうな影組です。はい、このを見ています。はい、鱗の並びもこの炭の影もこう映像で分かるかと思います。はい、はい、いい雰囲気の炭模様になりそうですね。この辺にこうなんか起きてきそうなこの感じがします。はい、こちらが炭、はい、地がしっかりあります。塩地にこう炭が起きてきそうな、また2歳3歳と炭が起きてくるので変化が楽しみです。はい、はい、お腹周りも、はい、綺麗です。本当ちょっと日が足らないんですけども、この炭でカバーしてくれる昭和産家になりそうな予感がします。そこが昭和の見どころですからね。そうですね、はい、はい、またその2歳までの変化を抜き上がりで半年間待っていただけたらと思います。はい、都市金さんの昭和は結構2歳3歳でグッと出てきますね。そう出てきます。そうですね、はい、はい、またその炭の変化が昭和の醍醐味ではないかなと最近感じております。そうですね、はい、本当に抜けが上がったら、あれこの子いないっていうぐらい出たりする声もいますもんね。そうですね、はい、一生懸命夏飼育しますのでよろしくお願いいたします。はい、いかがでしょうか。非常に炭の取り方が面白い、はい、楽しみな昭和産家です。はい、はい、いかがでしょうか。こちら、月夜城団の昭和、はい、搭載32センチ、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。